はい、どうもこんにちは、マシとメグとミです。はい、どうぞ、本日紹介するのはこちら、ザハスニクアソードマジカル未来2000、マジカル未来点数バージョンですね。はい、マジカル未来10周年を記念してというわけではないんですけども、はい、マジカル未来10周年の、ミクちゃんの、柄を使用し、柄っていうかね、なんて言えばいいんだろう、イラストを使った、はい、いつも通りのガチャアソードですね。はい、やっぱり A 賞がミクちゃんのフィギュアで、B 賞がラバーマスコットで、C 賞が缶バッジという感じになってます。今回こちらね、全種類手に入れましたので、ごめんなさい、随分時間がかかっちゃったんですけども、はい、レビューしていきたいなと思います。それではね、全種類行ってみましょう。はい。マシアとミクミンチャンネル。はい、ではですね、いつも通り順番通りに行ってみましょう。まずは一番後ろから行きましょう。15のルカネですね。はい、ルカネこちらになります。はい、ルカネの、点数バージョンですね。マジカルミ点数バージョンの、以上になってるんですけども、可愛いよね。うん、相変わらず思うんですけども、衣装デザインもあるのであれば、みんなで出てほしい。ね、常々思います。はい。次、14、カイトですね。14と13がカイトとメイコなので、じゃあ同時に行きましょうか。よいしょ。おう。はい、カイトのメイコね、こんな感じになりますね。うん、いや、可愛いね、やっぱね。カイトの方はかっこいいって感じなんですけども。うん、でもそれぞれの特徴をみんな抑えつつっていう感じになってますので。で、メイちゃんのこの今回の髪飾りのこの団子みたいな感じがすごい可愛らしくていいですよね。はい。で、まあ、いつも通りね、キラキラしてる缶バッジで、うん、これで1回300円だったら私は喜んで払いますね。うん。缶バッジとかもう集めないって思ったんですけどね。やっぱり集めちゃうんだよな。はい、次、次、リンとレンですね。よいしょ。はい、リンとレンはこんな感じになってます。うん、やっぱり、二人揃ってるの感じがいいですね。で、お互いね、それぞれのカラーになってるんですが、レン君今回ちょっとね、緑色が入ってるような感じ、ちょっと珍しい感じになってますね。リンちゃんいつも通りオレンジって感じですけども。うん、かわいいね、やっぱね。次だなと思います。はい。よいしょ。で、あとは全部ミクちゃんなんですけども、オリジナル形態ですね。今回の V4X とそれから、マジカル未来点数バージョンにもそれぞれ分かれてますので、まずはマジミラの方から見ていきましょうか。はい。よいしょ。はい、マジミラは赤と青っていうような感じの缶バッジになっております。うん、まあ、今回のミクちゃんのね、衣装的にも、合ってるんじゃないかなと思います。今回は白と赤と、それからミクのオリジナルの髪の毛の色である、まあ、ミクカラーというか、水色というか、そんな感じのものになってるんですけども。うん。でもね、なかなか対照的な缶バッジになってていいんじゃないかなと思います。そして、こっちの方がミクのやつがね、ちょっとドット文字みたいな感じになってて、うん、この辺かなり凝ってますよね。はい。こっちは、他のキャラと同じような感じになってるんですけども、書いてる文字がね、うん、アルファベットでリン、そしてミクという感じになってるんですけども、やっぱりこっちだけがなんかちょっと特別な感じがしていいですね。はい、よいしょ。はい、で、こちらが、オリジナルの、V4X の、衣装を着たミクちゃんという感じになってますね。うん。いや、可愛らしい、やっぱ。素敵だなと思います。普通の缶バッジ、普通のミクちゃんたちのね、衣装の缶バッジっていうのは、割と珍しいので、うん。集めてる人からすれば嬉しいですよね、こういうのってね。うん。はい。って感じのラインナップになってます。以上、9種類ですね。次、ラバーマスコット行ってみたいと思います。はい、続いてはラバーマスコットですね。ラバーマスコットに関しましても、いつも通りっていう感じなんですけども、はい、こちらがマジミラのミクちゃんのやつですね。先ほど紹介した缶バッジの、イラストが使われています。今回は、クリアパープルのね、アクリルじゃないや。ラバーマスコットになっております。はい、うん。いつも通り出来は素晴らしいですね。うん。こういうのはやっぱ、カバンとかにつけたいなって感じがするんだけど、今回は一個ずつしか手に入れてないので、そういうことしないけども、はい。で、こちらが、V4X のミクちゃんの柄になってますね。うん。これも、クリアパープルという感じになってます。素材は一緒っぽいね。うん。まあ、ミクちゃんの方だったら、クリアブルーとかでもよかったのかなとは思うんですけども。はい。まあ、こんな感じの出来になっております。裏はこんな感じ。うん。マジカル未来点数のロゴが入っております。はい。缶バッジに比べるとね、物が大きいので、うん。やっぱりバッグとかにつけとくとね、それなりに目立ちますよね。うん。はい。素敵だなと思います。以上、4種類ですね。今回は。今回は、というか今回もですね。ではラストですね。フィギュアの方見ていきたいと思います。はい、でですね、組み立てが終わりましたので、早速細かいところ見ていきましょう。はい。ちょっとごめんなさい。ライト動かしますね。じゃん。はい、まずはテンスの、マジカル未来テンスの、ミクちゃんですね。はい、情報量をよくこんなにちっちゃいものにね、
落とし込めたなと、我ながらじゃない。なんかね、なんて言えばいいんだろうな。うん。やっぱりすごいなって思います。はい。語彙力がねえな。髪の毛の部分はクリアパーツが主体になっていて、その上から塗装というような、いつも通りの、デザインになってますね。うん。で、この、細かい撮影とか衣装の部分を、よくこんな小さいものに落とし込めなったと思います。すごいよね、本当にね。情報量が満載ですね。はい。後ろ見てみて、こんな感じ。後ろ結構さっぱりしてるんですけども。うん。ただそれでも、ツインテのね、細かい、部分ですよね。デザインを、ちゃんと塗装とかで造形で再現してるのはすごいなと思います。さすがにちょっとガシャポンクオリティですので、塗装ちょっと荒い部分があるんですけど、この辺とかね。うん。まあ、あるんですが、まあ、この辺はしょうがないのかなと思います。はい。でも、顔のプリントとかもね、かなり綺麗にできてますし、うん、杖なんかもね、ちゃんと持ってくれてますので。2018の時のマジミラのミクちゃんは、マイクとスピーカーが一体化したものを持ってましたが、あれは別添えみたいな感じになってて、自分で手に持たせなきゃいけないっていうものがありましたよね。うん、なんですけども、あれがすっごい取りやすくて、すごいストレスなんですよ。はい、なんで、最初から持ってくれてるのは本当にありがたいなと思います。で、よく見ると、これ、体化してるから、もう元から最初からそのまま造形されてるのはね、珍しいな。うん。で、この杖の先端の部分にある、杖というかマイクというかね、の先端部分にあるこの M の文字が、ちゃんとグラデーション効かしてあるのがすごいなって思います。細かいね。うん。いや、すごいなと思います。はい。そんな感じの出来になってました。うん。で、ミクちゃんが頭につけてるこの星とリボンのやつも、ツヤのある塗装で再現してあるんですね。この辺だけ妙にテッカテカになってるんですけども。はい。うん。でも、ごめんなさい。目を引くような感じになっていて、いいなと思います。うん。アクセントって感じだよね。いや、いいなと思います。すげえな、本当に。はい。で、専用の、台座がついてきますね。これで自立させることが可能になっております。うん。バランスよく取ってくれますね。はい。じゃん。はい、続いて V4X のミクちゃんですね。このミクちゃんが、やっぱりね、やっぱりミクちゃんってさ、すごいシンプルなんだよね。うん、ツインテ以外は。衣装も、あと、それから髪型もツインテっていう部分を除けば、非常にシンプルな子なんですよね。こうやって見てみるとね。うん。でもそれが、真面目なとこで大変身してこんなにね、すごい衣装になるっていうのが、面白いですよね、本当にね。うん、はい。アニメとかでよく変身するとか、プリキュアとかかな、女の子だと。まあ、そういったものがありますけども。はい。まあ、それとはまた違って、ライブの時に衣装チェンジをしてこんな感じになって歌ってくれるっていうのは、やはりミク以外だと珍しいので、うん。やっぱり初音ミクって結構珍しい存在なんだなって、我ながら、また回る流れでしたと思いますよね。うん。はい。フィギュアの方見ていきましょう。髪の毛は、こちらのミクちゃんと同じで、クリアパーツが下になっております。その上から塗装だね。塗装とクリアパーツの部分をうまく使い分けて、再現しているような感じになっています。はい。ちょっと髪の毛の部分ですね。髪の毛の部分がちょっと曲がっているような感じになっているんですが、これはお湯とかにつけてあげれば元に戻りますので、うん。あと後ほど戻しておこうかなと思います。はい。首が一応稼働するようになってるんですけども、まあ、ちょっとしか動かないので、うん。まあ、ちょっと稼働は、稼働というか、ちょっとまた飾るときにね、角度を変えてあげる程度な感じでいいんじゃないかなと思います。はい。服装の方とかもね、塗装造形がよくできていまして、うん、個人的には全然文句ないです。台座の方にも一応音符がついてるって感じになってて、寂しくはないですね。はい。後ろから、ごめんね。はい。後ろから見てみるとこんな感じになっています。うん。ちゃんとミクちゃんのね、頭の内のね、この二つのぴょんぴょん。うん。これもちゃんと再現してありまして、はい。その他の部分も、造形と塗装で、バッチリ再現できてていいなと思います。ちゃんと細かいところまで塗れてるんですよね。ニクちゃんの肩の部分ですね。V4X のこの衣装の肩の部分のところとかもちゃんと塗装化してあって。で、腰の部分にあるこの赤い部分とかね、あとはネクタイの部分とか。ちゃんと塗装があって素敵だなと思います。このニースの部分だよね。もう黒と灰色と青でちゃんと分けてあります。うん、すごいね。細かいところまでバッチリできてて、A 社のフィギュアにね、ふさわしいんじゃないかと思います。これが1回300円で手に入るのであれば、安いなと思っちゃいますよね。さすがに、なんだ。よいしょ。中に入ってる数は少ないんですけども、多分1回のガチャの中で、おそらく両方合わせて6体ぐらいかなだと思うんですよね。多分ね。うん。ちょっとわかんないんですけど、その辺の。あれはね、アソート率はわかんないんですけども。はい。
ですが、よくできているフィギュアだなと思います。できれば早い段階でレビューしたかったんですけども、今回マジミラの時に私現金ほぼ持っていかなかったんで、ガチャは回せなかったんですよね。なんでレビューがちょっと遅くなってしまいましたが、はい。じゃじゃーん。はい、両方ともね、よくできてるフィギュアなんじゃないかなと思いました。はい、クオリティはやっぱり高いんですよね。マジミラの方のミクちゃんに関しては塗装とか造形とか必要なものが多すぎるので、本当に実質的な本当の大当たりはマジミラの方のミクちゃんだとは思うんですけども、V4X のミクちゃんの方もね、抜かりなく、ちゃんとね、造形塗装がしっかりできてて、机の端っことかにちょっとちょこんとね、飾るものであれば、全然いいんじゃないかなと個人的には思います。前回ね、ミクちゃんは、ミクちゃんたち、クリプトンファミリーですよね。初音、ミク、鏡音、リン、レン、メイコ、カイト、メグリネ、ルカ。全員ね、フィギュア化、このね、ちっちゃいフィギュア化になったんですけども。また続編がね、出てくるようであれば、またね、集めてね、レビューしてみたいなと思います。今回はね、ちょっと時間かかっちゃったんですけども。また次回以降はね、早くレビューできるように、個人的には努力したいなと思います。多分次出るのがまた、イキミクちゃんだと思いますので、またで次第ね、フルコンプレビューやってみたいなと思います。はいはい、というわけで、初音ミクアソートマジカル未来テンスバージョンの紹介でした。はい、今回もまたね、全部全集レビューできてよかったなと思います。個人的にはもっと早くレビューしたかったんですけども、今回はちょっと手に入るのが遅くなってしまったんで、この時にねレビューすることになってしまいました。はい、次回以降はもう少し早くねレビューできればと思います。これと、同時期販売で色紙もありましたよね。マジカル未来の、ね、色紙もありました。でも僕あれは残念ながら回してないので、今回レビューすることのものでもないなと思ったんですけども、はい、色紙ですからね、それなりに大きめの色紙ですので、レビューするというかただ紹介になってしまうので、今回はいいかなとは思ったんですけども、はい、これに関しましてはおそらくそろそろ販売再販がかかってきてもおかしくはないので、もしね、まだ残ってるところあるいは再販を見かけた際はまた回してあげてもいいんじゃないかなと思います。やはり今回もねフィギュアの出来はすごいいいので、個人的にもおすすめですので、まだ手に入れてないよって方は集めてみてもいいんじゃないかなと思います。そろそろ再販かかると思ってるんですけどね。最近ちょっとガシャポンコーナーもあまり見れてないで何とも言えないんですけども、はい、おそらく次はね、ゆきみくちゃんが出てくると思いますので、またその時ねレビューしてみたいと思います。はい、というわけで初音ミクアソートマジカル未来テンスのね、全種類の紹介でした。紹介したのパシッとミクとリンでした。はい、またねー。またねー。ミクとリンとパシーからお願いでーす。チャンネル登録、グーダのキューダ。お願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バッシアと、ミクとミン、チャンネルを、お願いします。